今回は徒歩キャンプで防犯面安全な知多ブルーベリーキャンプ場に向かってます。場所はそこまで田舎じゃない住宅地の中に突然現れるキャンプ場。気に入りすぎて短期間でリピートしちゃいました。前に買って眠ってたハンゴーを使いたくて久しぶりのソロキャンプにウッキウキです。こんにちは、まるみです。今日は体力づくりに徒歩でソロキャンプに来てます。キャンプ場に自販機がないので駅のところで買ってった方が良さそうです。今こっち見て当たったって思ってた。当たってなかったな、残念。では知多ブルーベリーキャンプ場に向かいます。疲れてきた。まだ歩いて5分ぐらいなのに、すごい森のね中に囲まれてますね。地味に坂道がきついです。駅から近くて助かります。7分ぐらいしか歩いてません。でもね、意外とハーハー言ってる。荷物重いから。知多ブルーベリーに到着です。こんにちは。ちょっとじゃあ探してみます、うん、そうだね。今日はこのサイトにしました。ここもね、見晴らしがかなり良さそうです。本日の主役のライチョウハンゴー、今日はこのハンゴーをいろんな風に使ってみようと思います。先にテント立てなきゃ。いけた、いけた。設営完了しました。今日はね、ネイチャーハイクのタガー2を使います。タガー1をね、ちょこちょこ使ってたんで、そんな進展とかないけど、いや、だいぶね、広くなったからね、めっちゃ使うの楽しみです。じゃあ、お昼ご飯を作るので、中整える前に先にご飯の準備だけしておきます。ちょっとね、日差しが強すぎるのでテントの中に逃げ込んできました。テントの中ね、ちょっとは風通しがいいのでまだ耐えられるけど、真夏にこの日差しはきついな。本日の主役、ライチョウハンゴー。これね、結構前に買ったんだけど、使うタイミングを逃しててやっと使える。サイズがね、メスティンと一緒なので、こんな感じでいろいろとパッキングってことじゃないけど入れ込んできました、結構ね入るんですよ。なのでいつもガンダムのねケースに調理器具全部入れてたんだけど、今回はね全部このライチョウハンゴーに収まりました。こういうメスティンにね入るサイズのまな板とか、これセリアのメスティンにこう入れる調味料入れもね、問題なく入ります。ご飯の準備しよう。本当はこのね、なんていうのこれ、中蓋、ここでご飯炊いて水蒸気炊飯できるんだけど、今日はね、ここでね、おかずを蒸したいので、ご飯は下で炊きます。じゃん、シンシェラカップ沈下してんのご飯を、メモリで100いかないぐらいに炊きます。無洗米最高。無洗米じゃなくてもね、洗わずに炊くことあるけど。じゃあこれでちょっと給水させてる間にテントの中を片付けます。
じゃあ給水できたので上にシューマイを置いてきます。このまま置いちゃっていいのかな。あ、素手で置いちゃった。まあいいか、食べるの自分だし。こんなもんかな。蓋をして、でこれ蓋の向きとかあるんかな、なんか締まりがおかしい。向きは蓋っぽい、危な。蓋をして火にかけます。本当は昼間から焚き火をしてね、料理作ろうと思ったんだけど、ちょっと暑すぎるから無理。なんなら火すら使いたくないレベルで暑い。そんな不安定でもなさそう。弱火で20分ぐらいかな。放置します。水滴垂れてるけど大丈夫かな。飯盒を信じます。もう焦げ臭いから火止めよう。怖っ、焦げちゃったかな。まだでも10分ぐらいしか経ってないからさすがに炊けてないとは思うんだけど、ちょっと焦げの匂いが怖いから一回開けてみます。あ、シューマイはなんか良さそう。あ、ご飯もねもう炊けてるわ。あ、十分シューマイあったかいし、ご飯もね下の方ちょっと苔の色ついちゃったんで、こんな感じでもうこれぐらいでもう食べちゃいます。いただきます。よいしょ。まずはシューマイ。この下はね全く焦げたりはしてないです、さすが。おいしい。からし持ってきてないから。やばい、かけすぎた。嘘でしょ、これポタって出るわけじゃないの。やばい、でも醤油まみれ。うわっ、ウェッティー。やばい、醤油まみれになっちゃった。いただきます。からしがあればね最高。ご飯、芯も全然残ってなくてめっちゃ美味しい。ちょっと下がねおこげになってる程度。大成功ですねこれは。めっちゃ半合からそのまま食べてた。予想って考えなかったな。まあいっか。うん、マジで美味しい。ごちそうさまでした。めっちゃねご飯も美味しく炊けて、シューマイもねほんとうまく蒸されてて文句つけようがないぐらい美味しかったです。まあご飯炊いただけと出来合いのシューマイをね蒸しただけなんだけどね、手抜きも手抜きなんだけど美味しかったです。まあお昼はねこれぐらい気楽なものの方がいいな。ただねどうしても中が焦げついちゃったのでちょっと今日夜も使うので洗ってきます。そのエアコンが、エアコンも入ってますよね、トイレ。いや、入ってます。あ、入ってないですか。涼しいけど、すごい晴れてるので天日干しして乾かします。玉ねぎもらった。今日はチタブルーベリーキャンプ場に来てます。前もね紹介したけどちょっと探検に行こうかな。ここのキャンプ場は夏の6、7、8月がキャンプ場がお休みなので、行くなら5月中か9月以降になるかと思います。前来た時ここは玉ねぎがいっぱいあって引っこ抜いていいよって言われたけど、今は玉ねぎないですね。ただねさっきね玉ねぎいただきました。はい、捨て場はこの中です。焚き火終わったらねここに捨てます。ここが炊事場になってて、これもね全部手作りってさっき聞きました。こういう木はこのキャンプ場の中の木を切って使ったって言ってました。
もちろんね、買った木もあるけど足りない部分はそういう木って使ったって聞きました。鏡もあるので夜や朝ここで顔が洗えます。中にね、大きな池があって、この辺りのサイトだと池を見ながらねキャンプできます。今日ね、ここにするか悩んだんだけど、ちょっと暑すぎたので上のねとこだと風通しいかなと思って今日は上にしました。いろんなとこにねサイトがあるので、フリーサイトなので好きな場所でキャンプできます。あとね、ステージもあるので時々ここでイベントをやるみたいです。ちょっとした坂もあるのでプチ登山気分、超プチだけど。最近徒歩キャンプが多いのは登山でテント泊をしたくて、だから重い荷物を持って今歩く練習をしてて、今日は過去一最軽量の 9.5 キロだけど、まあ、それでもね重かったので、もうちょっと荷物をね減らさないとなって思いました。ちょっとねトイレ遠くなるけど、ここのサイトもねちょっと草原っぽい感じで楽しそうです。坂を結構下ってトイレがねあの辺りなので、頑張ってトイレまで行かなきゃですね。よし、じゃあコーヒーを飲みます。倒さないように足固定しとこう。今日はインスタントコーヒー、いつものコーヒー豆引くやつとかドリッパーとか持ってこようと思ったんだけど、それをね持ってきちゃうと調理道具のパッキングが来庁飯盒にできなかったのと、あとはね今ちょっとでも軽量化したいと思って、まあ、テントねちょっとね前より重いやつ買っちゃったからなおさら軽量化しようと思って、今回はコーヒーのはお留守番にしました。じゃん、今日のおやつ。なんかこれちっちゃい頃からさあって、この前たまたま見つけてまだあるんだって思ったらね、人気作なのかなと思って買いました。エブリーバーガー、これちっちゃい頃からあった気がするな。いただきます。熱っ、氷が欲しい、アイスコーヒー飲みたい。エブリーバーガー、あ、そう、こんな味美味しい、久々食べると美味しい。焚き火を楽しみます。今日はね、ウッドなんとか、めっちゃミニ焚き火台、久しぶりだとね立て方がねいつも分かんなくなるね。よし、いけたいけた。ここのキャンプ場ね、1000円で薪の量特盛りで徒歩キャンで持って帰れないから、本当は昼からこれでねもう調理どんどんしていこうと思ったんだけど、あまりに暑くてねちょっと昼間はガス使っちゃったから、今から焚き火を楽しんでいきます。薪割りしなくていいぐらい細いね、薪が多い、薪割り半分されてるどういうこと、最後がいかなかったんかな。あ、無理だ。なんか全体的に細い薪多いから薪割りしなくていいかも。
着火剤はね、めちゃくちゃ持ってきた。鎮火し放題。やばい、マッチならいけるかな。いっぱいお食べ。なんかスーパーサイヤ人みたいになっちゃった。ちょっと火が落ち着くまで。危ない危ない。放置します。夕飯を作ります。まずご飯は飯盒を炊いて、飯盒で飯盒を炊く。ちょっとこれは吸水させときます。めっちゃ手抜き。今日ね、お鍋にしようと思って、この下の部分でお鍋作って、上でご飯を炊きます。包丁を使わずに簡単にできる料理にしました。150、プチッと鍋。足りなければね、2個持ってきたんでおかわりします。蒸発してお水なくなったりしないかな。大丈夫かな。ちょっと多めに入れとこう。お肉、切ればよかったかな時すでに遅し。こんな感じで野菜、キムチ鍋の素、お肉を入れた、こんな感じの上にご飯を重ねて蓋をする。よいしょ、いけるか。よし、これで20分間火を絶やさずに飯盒を炊きます。炊きます。飯盒を温めます。あんま強火じゃない方がいいのかな。強火になっちゃった巻き足しすぎたかな。やばい、ちょっと放置してたら火すぐ消えちゃう。そうだよね、薪が細いからすぐ燃えちゃうよね。それで復活してくれるといいな。ついた。焚き火台なんていうのこれ。普通の焚き火台とは違うか。ボックスストーブなんだっけ。意外と難しいな。でもこの頻繁に薪くべる感じがね、楽しい。
調べたらお米20分はね多すぎるみたい。10分から15分でいいらしい。やば。炊けたかな、無事。オープン。あ、ちょっと蒸らせばいける。よし、ちょっと蒸らしとこう。なんか水分多めのツヤツヤだった。ちょっと放置します。よし、蒸れたかな。ちょっと緩いかな。でも美味しそう。オッケーオッケー。こっちもキムチ鍋できてる。すごいね、同時調理できるってめっちゃ楽だね。いただきます。うわ、これはいい。いただきます。うん、今日夜意外と寒いから温まる。嬉しい。危ない危ない、ちょっと熱い。うん、あ、ご飯ちゃんと炊けてる。美味しい。お昼よりね、なんかふっくら炊けてる。同時調理できるって本当ありがたい。ごちそうさまでした。はあ、お腹ね、思ったより膨れた。締めのうどん持ってきてなかったって後悔してたけどね、全然いらなかった。十分だし。やっぱね、同時調理できるってね、ほんとすごいなって噛み締めながらね、ご飯食べました。いいなぁ。なんか2段分のメスティンでしょうぐらいにしか思ってなかったけど、今後これめっちゃ使えそう。意外と軽いし、パッキングでね、調理道具とかほとんど入るから、トホちゃんにも向いてるし、これはね、今後活躍しそうです。よし、じゃあ片付けてのんびりしようかな。食後の一杯、レモンロー。これ美味しいよね。乾杯。あー、ぬるい。今日暑かったからしょうがないか。おつまみは昼間に食べて蓋をなくしたまま食べきらなきゃいけないマーブルチョコと素焼きのピスタチオ。焚き火を楽しみながらのんびりと一杯します。なんで外で飲むお酒ってこんな美味しいんだろう。手頃に感じられる幸せっていいね。虫が出だしたので虫よけキャンドルを焚きます。焚き火がね、鎮火したので、もうこのまま焚き火は終わってキャンドルで癒されます。なんか火の揺らめきを見てるとのんびりできて癒される。キャンドルも焚き火もね、やっぱ癒し効果あると思うんだよな。お酒も進むしね。カメラでね、うまく映せないけど、夜景もすごい綺麗だし、星もね、結構見えてね、うまく映せたらいいんだけど、なんか心が洗われます。今ね、テントの中に入ってもう寝る準備もしました。まだ時間はいつもより早いんだけど、まあ、ここのキャンプ場ね、ちょっと消灯時間が9時なので、早めなのでもうテントにこもろうかなという感じです。テントレビュー動画でもね、ちらっと言ったんだけど、今回使ってるこのタガー2のテントは室内が広いから寝るだけはちょっともったいないなと思って、中でね、ゴロゴロくつろいでテントを堪能しようと思います。テントが広いと中にね、いるのがあんまり辛くないので、
っぱね狭いと荷物が多いとね身動き取れなくって、ギリギリまでねテントの外出て焚き火したりとかするんだけど、今日はねテント広いからこの、ま、中でねちょっとのんびり動画見たり漫画読んだりしようかなと思います。今回ねライチョウハングを使っていろいろね楽しんで、明日の朝もねあのライチョウハングを使って朝ごはん作るのでちょっと楽しみです。もしおすすめのレシピがあったらコメントで教えてもらえると助かります。ちょっとねいろいろチャレンジしたいですね。なんかハングの可能性ってすごいなと思いました。ではねこの後ちょっとダラダラするのでおやすみなさい。おはようございます。夜更かししすぎて3時間くらいしか寝てないですねずっと YouTube の動画見てました。あ、もちろんイヤホンでね起きるか。夜中もね意外と寒くてこのダウンでいいんだけど、今はね日光の強さがねこのシングルウォールじゃめっちゃ伝わって暑くて起きました。起きるか。チェックアウトまであと1時間15分。もうサクサクと朝ごはんを作ります。下はお水入れて、上は肉まん。私朝ホットサンドで肉まん焼いたりする率高くて、あ、ちょっとこれ入んないから潰そう。ギュンギュンに潰されてる。これで10分ぐらいでいいかな。待ちます。めっちゃ煙出てきてる。よしできたかな。おお、プルンプルン、ちゃんと蒸されてる。下でね、お湯が沸いたので、今日は朝はほうじ茶ラテ。今日の朝ごはんはほうじ茶ラテと肉まんです。いただきます。ほうじ茶ラテはね、どう見てもちゃんと沸騰してますね。美味しい。熱いな。上が蓋についちゃってちょっと穴開いちゃった。いただきます。あれ、肉まんだと思って食べたらあんまんだった。美味しいけど気分は肉まんだったな。まいった。ちゃんと蒸されてあったかくて美味しいです。あんまんだったか。ごちそうさまでした。肉まんがあんまんだったのはね、想定外だけど、あ、美味しかったんで良かったです。あと40分でチェックアウト。急ぎます。はい、撤収完了しました。あとはね、パッキングして帰ります。チェックアウトまであと19分、余裕ですね。チェックアウトしなきゃ。
今9時53分。よし、帰るぞ。ああ、楽しかった。今日ね、化粧品も持ってきてないし、マスクも持ってきてないから、ちょっとすっぴんすぎてね、もう顔が出せないので、この角度から失礼します。すっぴんでね、今から電車乗って帰るっていう、かなり辛い。せめてね、マスクがあれば。今回もね、徒歩キャンプめちゃくちゃ楽しかったです。半年ぐらい前にライチョウハンゴを買って結局使ってなかったんだけど、今回はいろいろね試してみて、まだね初級も初級なんだけど、ご飯炊きながらもう一品っていうのとか、肉まん蒸しながら下でお湯を沸かすとか、二段ベッドみたいな感じで同時調理できるのね、すごいね楽しかったです。なんかこれ極めたらめちゃくちゃいろんな料理できそう。今後ね、徒歩キャンでも普通のキャンプでもいっぱい使っていこうと思います。じゃあそろそろ駅に着くので今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムとTikTokもやってるよ。